皆さん、こんにちは。本日は日本のゴルフ界における重要な課題、男女格差について詳しく分析していきます。特に試合数、賞金額、そして大会運営の実態について最新のデータをもとに検証していきましょう。2024年、日本のゴルフ界は大きな転換点を迎えています。国内男子ゴルフツアーの試合数が記録的な最少となる24試合まで減少したのです。1973年のツアー制度施行以来、最も少ない開催数となっています。これは1980年代から90年代初頭に40試合以上を数えた時期と比較すると実に半分以下という数字です。一方で女子ツアーは37試合を維持しており、この差は日本のゴルフ界が直面する構造的な問題を示唆しています。日本ゴルフツアー機構 JGTO の諸星豊会長は2024年6月7日の本誌インタビューで、この問題について具体的な分析を示しています。会長の指摘によると、ゴルフは他のスポーツと比較して経済状況への依存度が特に高く、日本の経済力低下が直接的に影響を与えているとのことです。また男子ツアーは1試合あたりの開催コストが女子ツアーより高額であることも大きな課題となっています。さらに女子プロゴルファーのプロアマ大会における高い人気に対し、男子プロのサービス精神の不足も指摘されています。この格差は具体的な賞金額を見ると一層明確になります。2024年の男子ツアーの例として、ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ by 佐藤食品を見てみましょう。栃木県の西那須野カントリークラブで開催されたこの大会は、選手会が主導してスポンサーを募り、 JGTO 共催で実現した大会です。賞金総額は5000万円、優勝賞金は1000万円、ホールインワン賞は30万円から50万円に設定されています。これに対して女子ツアーのアースモンダミンカップ芝カメリアヒルズ CC は賞金総額が3億円と男子の6倍の規模を誇ります。優勝賞金は5400万円で、これは男子大会の賞金総額を上回る金額です。ホールインワン賞も500万円から800万円と格段に高額な設定となっています。また2024年10月には男子の ZOZO チャンピオンシップがアコーディアゴルフ習志野カントリークラブでの開催を予定しています。この大会は賞金総額850万ドル、約13億4300万円という大規模な大会ですが、これは米 PGA ツアーの大会であり、78人の出場枠のうち国内選手は18人しか参加できないという制限があります。特筆すべき問題として、1971年から半世紀を超える歴史を持つマイナビ ABC 選手権の開催中止が挙げられます。この大会は当初日米対抗戦として始まり、尾崎雅史氏、杉原輝夫氏、青木功氏、中島恒幸氏らが米ツアーの有力選手と対戦し、数々の優勝を果たしてきた伝統ある大会でした。1988年から試合形式は変更されたものの、高額賞金で人気を集め、1997年の最終日には 33,187 人のギャラリーを動員する盛況ぶりを見せていました。近年の日本男子ツアーはグローバル化への対応も課題となっています。世界ランキングポイントの下落により、有望な若手選手の海外進出が加速しています。昨年は欧州ツアーで活躍していた久常涼選手が米ツアーに昇格を果たし、星野陸選手、金谷拓実選手に加え、昨季賞金王の中島啓太選手も今季は欧州ツアーでの活躍を目指しています。さらに最近行われたアジアンツアーの最終予選会では、5人の日本人選手が出場権を獲得しました。現在の男子ツアーは様々な運営上の課題も抱えています。日程は不規則で、1ヶ月近くも空白期間が生じることがあります。テレビ放送は録画中継が主流となり、開催コースのレベルも低下傾向にあります。多くの大会では悪天候の予報だけで試合が短縮される傾向にあり、これは JGTO が主観に過ぎず実質的な権限を持たないという組織的な問題も一因となっています。今季の男子最終戦では6人の選手に賞金王の可能性がある接戦となりました。賞金ランク1位の平田憲聖選手は通算イーブンパーの17位に終わり、
2位の金谷拓実選手が約288万円差を逆転して初の賞金王に輝きました。優勝は S ノリス選手が通算12アンダーで制しています。しかし金谷選手の今季獲得賞金約1億1955万円という金額は女子ツアーの賞金ランクでは6位の桑木志帆選手約1億3075万円にも届かない水準です。女子ツアーでは武田玲央選手が今季8勝で約2億6573万円を獲得し賞金女王に輝きました。女子の2億円超えは4年連続となっています。今季の女子ツアーは昨年より1試合減少したものの37試合を開催し賞金総額は約44億円に達しています。対する男子は24試合で総額約32億円と規模の面でも明確な差が生じています。女子ツアーの賞金額の推移を見ると2000年に不動優里選手が初めて1億円を突破し2003年から12年間は1億円台が続きました。2億円の壁を最初に破ったのは2015年のイボミ選手でその後4年ほど1億円台に戻りましたがコロナ禍の2020-2021年シーズンの稲見萌寧選手から再び2億円台を記録しています。一方男子ツアーの歴史を振り返ると1980年に試合数が40試合を超え賞金総額も10億円以上となった時期がありました。80年代は青木功選手とジャンボ尾崎選手の激戦に中島恒之選手も加わりゴルフ界は最盛期を迎えました。しかし賞金王が1億円を超えたのは1985年の中島選手が初めてで2億円突破は1994年のジャンボ尾崎選手まで待つ必要がありました。その後2億円を超えた選手は2001年の伊沢俊光選手2013年の松山英樹選手2016年の池田勇太選手のわずか3人にとどまっています。ジャンボ尾崎選手や中島選手の引退そしてバブル経済の崩壊とともに男子ゴルフの人気は徐々に低下。石川遼選手の活躍で一時的な活気は見られましたが次第にファンの関心は女子プロに移行しスポンサーも女子ツアーを重視する傾向が強まっています。ファンからは様々な意見が寄せられています。若手選手の海外流出を懸念する声やシード権を持ちながら試合に出場できない選手の状況を心配する声が聞かれます。感染環境の改善を求める声も多く例えば FM ラジオやネットラジオによる解説提供などプレーの魅力を伝える新しい方法を求める提案も出ています。一方で男子ツアーへの批判は実態を反映していないという指摘もあります。 SNS などで見られる男子は花がない態度が悪い日本の箱庭コースでしか通用しないといった批判に対し実際にツアーを観戦するファンからはそのような評価は適切ではないという反論が上がっています。今季の男子ツアーで1億円を超えた選手は金谷選手と平田選手の2人のみ対して女子は7人が1億円を超える賞金を獲得しています。この格差の是正にはまず大会運営の質的向上や選手育成の体制強化が必要とされています。プロスポーツの発展にはファンとスポンサーの支持が不可欠です。男子ツアーの活性化のためには大会運営の改善、効果的な情報発信、そして選手とファンの交流促進など複数の課題に同時に取り組む必要があります。いかがでしたでしょうか。今回は日本のゴルフ界における男女格差の実態について具体的なデータをもとに検証してきました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。